コール時事、スポットライトの当たることのない戦場を渡り歩き、時には、たった100ドル、約1万1000円の報酬をポケットに収めながら戦ってきたテニス界の名もなき歩兵たちは、新型コロナウイルスのパンデミック、世界的な大流行によって一晩で仕事を失った。彼らは今、このままでは食べるものにも困ることになると窮状を訴えている。写真20枚。反面芝、反面クレー。フェデラーとナダルが繰り広げた前代未聞の激闘。